おはようございます。ジリアと申します。今日はゲストが来てますよ。さあ自己紹介を。ってことで皆様こんにちはでございます。一応ティラチャンネルモデレーターイノッチヤトと申します。よろしくお願いいたします。そういやおめえモデレーターだったな。なんかモデレーターっすよ。実は最近配信来れてないですけど、一応モデレーターではございますからね。一応モデレーターだ。そう今日はねイノッチさんがうちの混沌の館に来ましたね。混沌の館あれじゃん。もうようこそ混沌の館に。ってことはあのオープニング入るの。命もガラガラガラって門をくぐってきたわけよ。ここに入ったからにはね、私に門端に勝たなくては出られません。え、嘘でしょ。じゃあせっかくなんでね、はい、命と対戦をしようと思います。お願いいたします。で、自分はもうね組んできてるんで、いつものごとくねちょっとチームを作ってもらおうかなと。P も設置しないといけないんでしたっけ、確か。じゃあそれでやるか。 OK です、うん、4つのうちしか使えないと。分かっとっても、分かってても4つしか使えない感じだね。そう、もう嫌がらせグリームガム入れたのじゃあ。あー、やだ、もうグリームガム入れようとする。それってティアさんの性格上なんかな、キスコとかドラゴンキッズだったりなんかブレそうそうだな。あー龍神保育。ああ行ってみるか一回。なるほどね、ちょっと性格読みってことか。お、まあ一つ目はまあ絶対にこれで行くつもりだったんで。さすが炎の戦士、僕の生放送で毎回芸人かましてくれて。炎の竜巻発生ヒュ。やめて、ブリザードマンに変えてもええんやで。変えれねえよ。おお、このチームはあれじゃん、あれっすよ。もう多分一回ティラさんの動画にも出演したことがあるかと。あるね。あ、そこにいるんだ。おい使うとは言ってない。おい。いいよ。いや、使ったことないしな。お前どういう効果だったっけな。おいなあ、これでいくかとりあえず。じゃあ、あと2個か。あと2個、じゃあ、お願いします。はーい。はーい。はい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 。なるほどね。オーケー、上がった。何を考えてるかすぐ分かったよ。まあ、この編成でなんとなくは。まさかそのまさかか。これまさかのありますね。最強の運ゲー仕掛けてくる。いや結構破壊の続きはね、小学校の頃だいぶ使ったからね。いやまあロマン砲張りすぎて。うわー、呪い三神器やどっかで見たことある。騎士感あるもん、なんか騎士感あるよ。ああ、なる、それはあれやね。無視してるね。何が相性？いや、20点ではないよね。ん ?20 点？ん？あ、これ20点じゃない？マジ？ 2 回攻撃。ん？ 2 回攻撃？ 2 回攻撃してる。ボストロールが5で、トロールキングが6で、主人公はもう10だから、その時点でまずオーバーしてるし。あ、マジか。うん、そもそもプラス2点されとるから、破壊の剣目つぶさで。あー、そっか。だから23点思いっきりオーバーしてる。思いっきりオーバーしてんな。まあ別にそれでもいいよ。だって自分に、だってさ、必ず自分がアンダー20で来ると思っとるやろ。あ、もしかして違う？無言。その部分が一番怖いんだろうな。そっかに超えちゃうんか。もう相性ガン無視やけど。これ負けたくないな。あ、だったら勇者でしょ。あ、いいっすよ。うん。で、これはウェポンスキャンなくなるけど、まあいっか。
なるほどな、このね、負けたくないな、こんなんには。こんなんに負けたくねえけど負けそうなんやんな、このゲームは。どうしてそんなチームを組むんや。だって面白いからじゃん。知識あるのに、まだまだ知識ある。あいつの方が知識あるんじゃねえかよ。あいつガチで勝ちに来るもん、いつも。じゃあ一P がまあ自分ティラなんでこっちにして、で、命はアンナとか。なんでアンナの方が2倍いって、 2.7 倍いってるじゃん。あの縛りしてるせいでかもしんないね。ああ、なるほどね。結構入れ替えてますからね。で、うん、じゃあ私のねチームはですね、貯めるなぁ。いやー、このチームなんですよ。なにこれ、これチームなんですよ。え、これがチーム、ん、嘘ですよ。ですよね。というわけで失踪した。読み外れてるじゃん。失踪しそうなチームでいきます。別の意味で失踪してるやん。さあ、ライダー軍団で参りますよ、私は。しかもこれダブル、じゃああれやん、合体ダブルスキャンあるじゃん。じゃあ合体スペシャル、なんだ、合体スキャンか。合体スキャンする可能性もあります。キングアックスステージの盾、2回攻撃なし、5-5 で。さあ、結構割とガチに来たぞ。いやー、マジかー。ライダー君出番だ。失踪仮面、しかもこれ麻痺あるしよ。麻痺2体あるよ、ソードストライク、失踪雷好き。あ、そっか、ソードストライク、ま、あれ地味だけど麻痺あるんか。さあ、行くぞ、行こう。これさ、どのパーティーも適正ねえじゃん。いや、でもいい勝負になるんじゃないかな、お互いバトルマスター同士。まあそうだね、行くか。竜神王の盾が完全に腐った。よーし、よかったよかった。クソ、キスコ使えよ。キスコ使わなかった、点数高いから。あー、そっか、8-9あたりだったっけ。さあ、命のパーティーは命連合軍来たね。よかった、ぶしつけもら、よかったよかった、よかったよかった。いないな、ぶしつけいないっす。スライム系まず適正、あれじゃん、トレイしかねえじゃん。そうだよ、まさかトレイ選択されるなんて思わないしね、俺も。トレイ一択は無理っすよ。勇気いるもんね。いや、これが面白いとこや、チーム感が入ってる時に。よし、行こう、一回です。なんか低いという運ゲーあるしな。よし、勝負や。いやー、緊張すんなー。俺は体力は若干こっちか。そう、若干そっちの方が上回ってる。でも状態異常のこと考えるとな、どういう戦い方でいこうかな。まあ無難にこれでいくか。ただ全体的に回避率高いから、いやー、むずいな。そっちも高いね。いや、素早さもみんな似たようなもんだしね。いけ、失踪雷好き、いくぜ。あー、ナイス再生。どこ行っとん、どこ、ナイス再生。でもこれはまあ当たれば、獣人さんも強いぞ。せーの、あー、バトマス行った、避けてくれてええんやね。あー、やだな、炎の拳。誰に行くかな、ライダーか。うーん、わ、まあ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 、まあ、ナイスナイス。強いんだよな、炎に弱いんだよな、おめえら。ああ、さあ、オッケー、そうだよ、そうでなきゃな。くそ、やっぱそうなるよな。ライダーたちは回避高いよ、ライダーたちはね、回避高いからね。うわー、いったい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 た、いけ、よけんろ、やりかけた。こっちも。なんやこの戦い、なんやこの戦いは。ほぼほぼ互角だぞ。お互い開始。ただこっちがブレイクスルーで出たのがでかすぎた。いやー、マジか。よけろ。あ。まあ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 。炎の拳が素直に痛い。それも麻痺の効果あるか、怖いな。急発進。よけろ。いくぜ。あ、よかった。そこ行くか。あんま、あれかな、判断よろしくない感じ。マジか。よし、それはやばい。あ、主人公、それはやばい、主人公マジ大事だよ。うなる、行くぜ、獣人さん。よいしょ、あー、やっぱ痛い。灯籠剣ね、うん、ここ怖いな。まあ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 、よっしゃー、うーわ、どうしよう、やばい、どうしよう。これ次のターン、いろいろと、どうしようか。
ああ避けられた。どうしよう。まあ、これかな。え？あ！マジで？仕掛けてくるんだ。あれ？やべ、俺振ってないのなんか振ってる判定された。こうよ。底辺すぎる。俺振ってないんだけどな。まあそうだよねー。仕掛けられたか。くそ、やったわ。まず仕掛けることに意味があるから。やったわこれ。おーよしよしよし。やっちゃいました。いや SP 来るかな読みのスパゼリやったけど意味はあったか。意味はあるな。かなり意味あるよそれ。いやちょっと怖いな。まあまあいいとこ。あ、よかった。賢いわ。これはやばい。おお、これはやばいな。いや、どうし、いや、いけるか。お前が登録したら勝ち確。いや、まだこっちには聖女の盾がある。まだ聖女の盾ある。いや、聖女の盾がある。ネビラで飛ばせるかな。聖女の盾ワンチャンある。頑張れ頑張れ。聖女の盾があるぞ。聖女の盾から奇跡を起こせ。ドーン。まあ起こさんのよね、そういう時。君たちは絶対に起こすのと思う。よーし、負けている。おい負け。ああ無難に強かった。強いわ。炎の戦士がね、いたのがまずかったわ。あー、ライダー軍団炎に弱かったからな。いや面白すぎるだろ、1戦目から。2ターン目までほぼほぼ互角だったけどね。いや読み違えたわ。多分バルの通配信でつばせり判断できたのが良かったかな。いやー、風のマントね振っちゃったわ。思います。次のパーティーはですね、え、こちらです。考えは同じなんです。何これ。あー、カウンターか。え、カウンター、え、コドラ、え、コドラです。え、どういうこと。考えは同じなんです。行き着く考えは同じ。目ん玉1個って共通点も違うしな。え、どういうこと。いやこれはね、相手によってね全然違う。さあ、じゃあ、はいはい。なんで炎の戦士またいいんだよ。また呼ばれたのかよ、炎の戦士は。いや、あいつ優秀やから。あー、賢者か。ちょっと相性悪いかなって思う。まあ素早さいくつだお前。見せない。見せなかったな。まあ早いと思うけどね普通に。うわー、なんだこいつら。なんだこいつらは。うまくいけるかどうか分からんけど。いや、ここは落としたくないけど。いやー、ちょっと相手的にきついかな。大目玉がアストロンどのタイミングで来るかだな。だね。あと考えてることが一緒の意味が未だに分かってないんだもん。考えは同じなんだよ結局のところ。行き着く先は同じ。とりあえずまずこれでいこう。いいのかいそれ。まあまあ、あ、そっかー。いや、眠らせればいい。ラリフォー強体制ですけど。マッチ。ラリフォー強体制なんですよ一応この子。目ん玉一個しかねえのに。よし、オッケー。ちょっと判断ミスったかこれは。アーストロー。はい。何をしとるかおめえは。大丈夫ラリルマ。無理。そんな効かんやろさすがに。でもちょっときついな。 HP が低いからな。うんうん。あー、まあそうだね。さあ行け、頑張ってくれ。行けん、やめろ。よしよし。痛い。いや打撃耐性が皆無。さあコドラは脳天直撃、素直にやってくれ。せーの、よし。やばいなこれちょっと。大丈夫かいそんなことして。避けて。びっくり、避けて。大丈夫かいそんなことして。避けろよ。よし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 。まあまあ
よし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 、やチームフレイザードピンチあ、確かにフレイザードか、確かによく考えたら低いわ、どんな感じ。いやー、コードだ、再生掘ってんのか。よし、あれこれ終わったんじゃね俺いや、単体攻撃を打てば変わってくる。おーい、オーケー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 。え、お、切ったね、何か何かを切ったな、さては何切ったの。あら、あ、あ、ちょっと待って、え、あ、あ、あ、ちょ、え、お、あ、あれ体勢全員持ちやったちょっと、ちょっと意味わかんないっす。はい、オッケー、マジか、あれちょっとびっくりした。いや、体勢までは知らんのよよし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 、やばいな、これラリルマ、ラリルマで眠らせる以外ないぞ。氷のエヴァか、さすがにびっくりな、そばさんって言ってやん。ユン、あ、おいおい、これよし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 、それならカウンターですね。あ、やばいな、これギガデニー悪いやん。もうギガすらけんないですね、これは。避けて、あー、避けた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 、頑張ってる頑張ってる。いや、こいつ当たれば終わりだからな、結局脳天直撃当たれば終わり。いや、避ければいいんでしょ。あ、よしよしよし、もう無理だわもう無理だな、もうギガデニーで終わりかな。あああああああ、いや、これで全員で無理だな、これ一人一人だよな。悪夢の杖、せーの、あー、もうなんやなんやなんや、もう全然ダメじゃねえかおお、炎の拳ですか、なるほどね。いやいや、パルプンって一回も打ってないやおコトラか、まあ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 、なんやもう、ええー、はい、97 終わりでーす無理無理無理、もう何や、割り込め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 、無理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 バイバーイもう二度とつわかんわんねいやいや、やばいやばい、この編成あれじゃん、見どころゼロじゃんただただもう、あの、チュッチュにハマったね、こっちの。え、どういうことを考えば一緒って、コドラプラチナキングスキャンなんですよ。で、カウンターはあの、有利な状態上と判断されるから結局コドラに行くんですよね。はいはい、あ、そうだ、コドラに集中攻撃させるためってこと。そうそう、98って出たでしょ。ああ、そういうことか、単純打撃完全メタじゃあ3戦目はね、11か、まあ、11なんですけど、まあ申し訳ないんですけど、僕は一言も言ってないんですよ。はいはい、アンダー20確定で使うなんて言ってないですよねイエーイヤクサもう行くぜ、みんな行くぞ甘かけきたかみんな行くぞ、点数すげえことになってるよ、30超えてるよ、おバカじゃねえ行くぜ、イエーイいや、これで負けたら面白いけどねあ、どうだろうね、天空盾が刺さってないからな、多分。確かに、いやー、メタキン盾ではないんだよな、行くぜみんな、イエーイなんでやなんでもあるよいや、大鉄球怖すぎだろさあ、お前ら勝つぞ、勝っちゃうぞ、めちゃくちゃ嬉しそうパーティー変えていいダメだよ、ダメっす、ダメっす、何を言うてるんですか。そう、やるしかねえかなんだよ、このバチシメ。でもワンチャンある。いや、もうアンダー20勝つ方法とか運ゲーしかねえじゃん、甘かけパクっちゃうよ甘かけがあるからね。そう、甘かけパクリでワンチャンス。そうだね、あとは主人公お前が動け目つぶささえ動けばみたいなとこあるな。いやー、おお、守備力高い。だからなんやね、勇者で目つぶさする人なかなかいねえぞ。いや、点数の問題です。いや、やべ、超絶の一撃が来たいやー、人生初の DLC だ確かに。いやー、なんなん、バズズと悪魔のじゃあ、なんだっけ、誰だったっけ、あのボンファイターのパチモン、ああ、なんだかあいつ魔王の使いね。そう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 。さあ、ラストだ。いや、一瞬考えたけどやめたからな。勝っちゃうぞ勝っちゃうぞこれも勝たなあかんよ。いや、これフォースのタイミング重要だな。なるほど、これも大事だな、こっちも SP 切るの大事だな。まあ無駄にこれでしょ、とりあえずまあそうだな、マネマネが誰に成功するかでも変わってくるぞ、これ。
お、早速やる気に満ちております。さあ、行け。モノマネ、マネマネ、竜割化けろ。あー、そうだ、すごい。これはすごいぞ。甘く見える竜の元気じゃん。あ、ファイナルブロック。でもファイナルブロック、まあ、それでもまあ全然強い。強いね。おー、全然強い、全然強い。強い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 。勇気減らしたね、ちゃんと。あ、お、動いた。いけ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 。別武装動いた。まさかの動いたぞ、こいつ。まあ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 、それでも強いよ、めつぶさ。よく動いたな。まさかの2回攻撃。まあまあまあ、560。いや、強いよ。ただ甘かけろが強いよな、これ多分。そうだね、トロルキングさんでやってくればオッケーやで。はい。おお、まあ、マネマネでも、まあまあマネマネいったか。でも回避率あるからな。トロルキングに行ってほしい。弱点やし。でそうね、そういうこと。まあそれはしゃ、うわ、381だよ。もうここばっかしたらしゃあないか。いけ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 、ちょっと待って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 無理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 があるって。無理があるよそれは。よしよしよし。まあデインはね、いいところにやってくれる。オーケー。あーですよね。オーケー。じゃあどうしよっかな、これ。大鉄球やばいんだよな、これ。トロブちゃん止まるんじゃない。いけー、大鉄球。よいしょ、いいね。あ、止まらん。ナイスナイス。あ、聞きました。うわー、なんだ。いや、大防御だと泣く。うまいことハマってくれるか。いいわ、これ。あ、それは無理だな。あ、それは無理だわ。ハマってくれるかな。はい、オッケー。あー、きつい。目つぶさが残ったか。目つぶさ、おい、やっぱノレイセーブだぜ。目つぶさ残ってるやん。あー、最終奥義ファイナルブローやった。またやった、これ。もうお前ら好きだな、ファイナルブローすんの。おー、ナイス、マネマネ。くそいう。あー、まあまあまあ、そらそうなるでしょ。そらそうなるでしょうな。よし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 、この一旦もらえた。ほぼほぼもらえたと言っても過言ではない。これ大撤去されたら泣くで、マジで。よしよし、でもしっかり当ててくれば大丈夫だ。オーケー、わー、判断がいい、判断がいい。で、デインは絶対当たるでしょ。で、トロルちゃん疲れ。はい、オッケー。いいとこいいとこ。勝ち筋なんだ。振り回すで、うわー、もうこれは、はい、オッケー。うぃー。素直に動いて勝ちか。素直に動くかだね。目つぶさ止めなあかんやろ、さすがに。でもそこっちも目つぶさ止まる好きだったけど。あの角か、黄色じゃん。あー、勝った勝った勝った、はい、勝った勝った。勝ちました。振るんだよ、ミニモコンは。めっちゃ振ってる。めっちゃ振ってるやん、ミニモコン。いや、こっち有利、こっち有利。さすがにいける。なんでだよミニモコン有利すぎる。ミニモコン有利すぎか。 いけいけ、ま、あれ、ま、これマネマネさ、勇者いったらダメじゃね。あーあー、なんかはしろ。なんかはしろ。デイン落として、で、勇者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 。いや、無理無理。勇者勇者。リザードマン賢い。ああ、いったいった、終わった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 。はい、あと一体大鉄球。え、大鉄球を、めちゃくちゃ悪いからな。ここで、え、ボストロールでマネマネよけてワンチャン。行くゆぜ、おい、無理ですわな。無理ですわな。ジブリン、ジブリンだよこれ。はい、勝ち。全然ダメじゃねえか。カズヤニシマ、うぃ、やめろ。話にならん、やめろ。おい、活躍したのあれじゃん。めつぶさ一回活躍しただけ。めつぶさ動いて感動して、あとなんかつばぜり肩だけじゃん。なあ、ミニモコン強いな、つばぜり合い。さすがにびっくりしたわ、負けんの。でも結構勝った。わあ、よかった。まあまあまあ、無難な結果だね。無難な結果、よかった。メンツ保った。これで負けたらほんまにあれだったもんね。これ負けたら、あの、運悪すぎだね。